ケーゲル・シュタット・トリオは、ボルフガング・アマデウス・モーツァルトの作品、ピアノ、クラリネットとビオラのための30奏曲変歩調調、K498 の愛称。愛称の由来は、ボーリングの原型とされる、ケーゲルンに教じながら作曲したという言い伝えによる、ものである。12の20奏曲 K487、ケーゲル・デュエットにも、同様の逸話が伝わる。 1786年8月5日に、ウィーンで作曲された、ピアノ30奏曲第2番と呼ばれることもある。この一風変わった編成は、友人のクラリネット奏者アントン・シュタット・ラーラ、仲間内で演奏するために作曲されたからだと言われる。モーツァルトは、ピアノの名手として有名だが、ビオラを弾いたことでも知られる。モーツァルトは、 友人にアントン・シュタットラーというクラリネットの名手がいたこともあり、当時発明されて間もない、この楽器に興味を持ち、いくつかのクラリネットの曲を残している。クラリネット50奏曲 K581、クラリネット競奏曲 K622 や、また、オペラ、皇帝ティートの慈悲 K621 のクラリネットソロなどがあるが、このケーゲルシュタットトリオは、クラリネットを、 独立して扱ったおそらく最初の作品である。また、クラリネット音楽としての重要性に隠れがちであるが、ビオラパートも魅力的であり、双方的にも一つの独立したセーブとしての取り扱い方から、言っても、その能力を十分に発揮させた作品といえる。三楽章からなり、演奏時間は約20分。第一楽章案段って変歩調調、8分の6秒子。 そなた形式。分散和音を用いた第一主題は、ビオラとピアノのユニゾンで、順次進行を基本とした第二主題はグラディネットで、提示される。短い展開部に、やや変更を加えられた、再現部が続く。第二楽章メヌエット変の長調四分の三拍子。しっかりした足取りのメヌエット。トリオは、途端調に移り、半音階的な進行と三連符の音形が、 活用される。第三楽章論道、アレグレット編法長長、4分の4拍子、ロンド形式を取るフィナーレ。豊富な楽章が次々と提示され、全に楽章よりもピアノの活躍が目立つ。特殊な編成ではあるが、この作品に習い同じ編成で下記の曲が作曲されている。ありがとうございます。